大変お待たせいたしました。これより第2パネルセッションを実施してまいります。重ねてのご案内となりますが、本シンポジウムでは日本と ASEAN との新たなパートナーシップ構築をテーマに、東南アジアと日本との幅広い関係を振り返るとともに、次の50年の日本と地域の未来関係性を見据え、 JICA や開発協力が果たすべき役割について皆様とともに考える機会にしたいと思っております。英語の同時通訳をご利用される場合は、レシーバーチャンネルを2に合わせていただきますようお願いいたします。 For translation from Japanese to English, please channel 2 of the headset。 はじめに JICA 緒方貞子平和開発研究所長峰より、50年後の東南アジアと日本をテーマに講演を行います。峰所長、よろしくお願いいたします。どうもご紹介預かりました、峰と申します。この市ヶ谷の建物に入っております、緒方研究所の所長をしております。そういう意味ではまさにようこそお越しくださいました。一応私のホームグラウンドですので、ここはちょっとリラックスをして、このいくつかスライドを用意しました。スライドを見ながら、ちょっとカジュアルにお話をしたいと思います。テーマは50年後ですね、2073年の東南アジアはどんな姿をしていて、で日本は一体どんな関係を切り結んでいったらよいのかと、このような話を、今日私は特にデモグラフィーですね、人口の変化を軸にちょっとお話をしていきたいと思っております。じゃあ次どうぞ。ですね、50年後お話しする前に50年前なんですけれども、私、この ODA の歴史研究を、これまで何年かやっておりまして、その関係で、アジア、東南アジアの反日運動ですね、少し調べたことがございます。で、いろいろ本を読んでいて、その中の一冊、これ大変面白い本だったんですが、50年前、その後日本の、言論界、学術界でもリーダーになっていかれる方がたくさんお話をされている、シンポジウムの記録なんですけれどもね、これを見て、この辺りも読んでいて、当時のアジアの反日がいかに日本にとって衝撃であったかということが伝わりますが、同時に、これだけのそうそうたるメンバーの方々のシンポジウムを読んでいて、今だったら通用しないよなと思うところもあったんですね。でそれは何かというと、アジアや東南アジアの個性がほとんど議論されていない、日本にとってアジアは日本とアジアで、その衝撃は受け止めるんですけれども、アジア、東南アジアの中のさまざまな場所や人々の多様性、個性はほとんど議論されていなかったんですね、当時はですね、はい、それが状況として逆にちょっと驚いたところですね、50年前。はい、次お願いします。で77年、でここは前半パート1で田中明彦理事長がおっしゃったことを、なぞって私繰り返すんですけれども、福田ドクトリンですね。でこれはやはり反日へ の日本なりのよく考えた対処として、その後大きな意味を持ったドクトリンです。日本は軍事大国にならない、それから心と心の触れ合う信頼関係、ハートトゥーハートですね、これを構築していくし、日本と ASEAN はあくまで対等なパートナーだと、日本は偉そうにしませんよということですね。はい、でその中でも特にキーワードとなったのは心と心の触れ合いなんですけれども、実は JICA は現在も、心と心の触れ合い、別の言い方をして信頼で世界を結ぶというのが 今の JICA のスローガンになっております。はい、次お願いします。
でこれはですね、1984年と1994年の JICA のパンフレットなんですね。国際国協力事業団設立10周年と20周年ということなんですが、キーワードは人づくり、国づくり、心のふれあいと、まさにこれは福田ドクトリンの言葉なんですが、東南アジアに向き合うように、つまり日本と ASEAN 関係をですねモデルにして、さらにそれを世界に向かう、JICA の活動の、まあ、柱にしているような、そういう言葉遣いだと思います。心の触れ合いと、心と心の触れ合いということですね。お願いします。はい、ここまでが、これまでの50年で、これからの50年ですね、2073年に向かってということなんですが、そこでちょっと、注目をしたいのは人口の資格です。なぜ人口かと言いますと、50年後を予想するというときに、あれですね、50年後の GDP っていうのはやっぱ分かんないです。経済成長っていうのは非常に激しく、あれですね、もうボラタイルで上下しますし、でですね、あるいは新しいテクノロジーが50年前に今の AI とかドローンというのは正確には誰も予想していませんでした。50年後の技術もですね、これ予想は難しいです。一体何が、で国と国の同盟関係なんていうのも50年後は全く予想できません。しかし、実は人口動態っていうのはかなり予想できちゃうんですね。でそれはなぜかというと、人の、まあ、出生率とか死亡率とかはあんまり変化しないんです。でなだらかにしか変化していきません。で例えば50年後に50歳以上の人口っていうのは実はすでに全員生まれてるんですよね。だから人口がゆっくりしか変化していかない。まあ、大戦争とかもう極端なコロナ以上の感染症でもあれば変わっていきますけれども、かなり人口はプレディクタブルです。それを前提に50年後の東南アジアと日本では どこの国に誰が住んでいるんだろうというあたりをこの後見ていきたいと思います。国連のですね、プロジェクションによるんですけれども、人口予測、どうぞ次お願いします。はい、これは、ざっくりと世界の地域を見てですね、まあ、あれです、アフリカと、まあ、南アジアですね、これからも増えていくんですが、東南アジアとそれから中国を含むイーストアジア、日本を含むですね東アジア、これを見ていきますと、これは73年から2073年までの100年間、真ん中が今2023年なんですが、2023年現在東アジアの人口ですね、中国、日本含む、韓国含む東アジアの人口は東南アジアのおよそ 2.5 倍という規模感ですね。これがまあ国連のありそうな人口予測だと2073年には 1.5 倍程度になっています。だからまあこれから50年、遅かれ早かれ東南アジアと東アジアはだいたい10億人程度の人口で並び立つと、同じぐらいの規模で並び立つという、こういう感覚になっていくんだろうと思われます。次どうぞ。でさらに、ここで東南アジアを国にばらして、でそれからあと日本もちょっと加えさせていただいて、あこれなんか見直してたら、なんかブルネがちょっとどっかで隠れて、あの国名が出てないんですね、申し訳ないんですが、1973年は日本とインドネシアの人口ってほぼ同じだったんですよね。でこれが100年で、今後100年、2073年どうなっているかというと、ASEAN の人口大国としてはインドネシアとフィリピンが、まあ、大変目立つ形でですね、こう見て取れるかと思います。はい、で人口が多いということなんですが、人口が多いというのは何を意味するかというと、もうこれだけ、あれですね、IT 端末、スマホなんかも普及していると、こうスマホを持っていて、貯金をして車を買いたいとかいう、そういう人口が一体どれくらいの規模でそれぞれの国にですねいるかということですね。インドネシア、フィリピンのこの規模感というのはかなり圧倒的で、日本の人口減少というのはこれはまあモデストな見積もりなんですけれども、この程度ですね。ベトナムにも抜かれています。はい、次お願いします。これはですね、これは地域別のでも出生率ですね。
はい、で東南アジア南アジアでも2030年代になるともう、まあ、人口痴漢水準、まあ、実は2位よりちょっと多いんですけれども、まあ、これを下回ると。でちなみにアフリカでも出生率は下がっていくと予想されていて、本当に長い目で見るとですね、人口爆発し続ける地域や国はございません。教育が普及し女性が就労し都市化が進む場所では長い目で見ると必ず出生率は下がっていくということがあります。次どうぞ。で長い目で見ると下がっていく、これはあの東南アジアの各国を見ていてもそうで、2073年までに東南アジアの全ての国の出生率が、まあ、2を下回るようになっていくということですね。はい、だから本当に長い目で見たらですね、あらゆる国の、まあ、人口っていうのは落ち着いていって、永遠に爆発、人口が爆発するような国はないということです。次ですね。はい、でその上で、2073年までのですね、この、人口の変化というのを、まあ、見ていくとですね、どうなっていくかということなんですが、出生率が先ほど見たように下がったとしても、まあ、出産可能年齢人口が多い間っていうのは子どもの絶対数はやっぱ増えていくんですね。で、これそうですね、第1部で大場さんなんかASEANのグループ2つの国のグループのことをおっしゃってましたよね。私も本当にそうだと思うんですが、これ人口動態で見るとですね、さらにこの2つをもうちょっとこう分けていくと3つのグループっていうのが見えてくるんですね。で、大体こう2073年までを見ていて、まあ、ASEAN のほとんど半分、まあ、東ティモールはちなみに国連統計ではすでに東南アジアに分類されています、人口統計では。東ティモール、ミャンマー、ラオス、フィリピン、インドネシア、カンボジアというあたりですね、東南アジアのおよそ半分は、生産年齢人口、まあ、プロダクティブな、人口のですねが大体 65% から 75% を占めるという形で、これからの50年もですね存在感がありますですね。で、その一方で、日本とほぼほぼ近くなっていくのがタイとシンガポールです。若者の人口という意味では2073年、日本、シンガポール、タイはほぼほぼ同じぐらいになっていきます。でこれこの統計を見ていくと、この2つの中間のグループというのが、まあ、ベトナム、マレーシア、ブルネイというぐらいですね。だから、まあ、大きく分けていくとこういう感じのちょっとグルーピングが、まあ、できるということですよね。でこれを逆にですね、まあ、日本も直面している、少子高齢化の方で65歳人口の割合というのを見ていくと、この国連の予測では2073年に、日本とやはりシンガポール、タイが、40% 近い、10人のうち4人近くが、65歳以上ということで、まあ人口構成的にはこの3つの国って本当によく似た形に、なっていくということですね。で、やはり半分ぐらい あのフィリピン、インドネシア、ミャンマー、カンボジアですね、ラオス、東ティモールは、まあ、まだまだ大して高齢化はしていません、73年の時点では。でここでもですね、ただ真ん中のグループっていうのがあって、マレーシア、ブルネイ、ベトナムあたりが、やっぱり高齢者人口 25% ぐらいでですね、中間に位置しているというこういう感じになってきますですね。はい、次お願いします。でどこに住んでるんだろうこの人たちはということなんですが、これは1950年から2050年というので取った、大体都市化の、過去の実績と未来予測なんですけどね。で普通はこれは都市化率、アーバナイゼーションレートっていうので出すんですけれども、私はひねくれてあえてその逆数で、農村人口の割合の変化を、ちょっと追いかけてみました。でやはりですね、教育が進んで工業化が進みですね、やはり農村人口は減っていきます。農業生産性も向上して農村人口は減っていきますが、この過去のトレンドを見ていくとまた興味深いですね。国によってこの農村人口の減少、まあ、ある意味で都市化に対する抵抗ですけれども、
これを見ていくと、例えばマレーシアとタイをですね、見るとですね、マレーシアの1950年代60年代の、農村人口の減少というのはかなり劇的ですね。でそれに対してタイは結構都市化に社会が抵抗する、農村が人をこう留める傾向が見えるし、インドネシアですね、インドネシアはかなり長期にわたって農村人口があまり減っていないというところが見えますですね。でミャンマーはこれは政策的なものだと思いますけれども、オレンジ色ですけれどもガクンガクンとこう農村人口が一時的に増えたりもしています、はい、でこのあたりはですね、やはりその政策政治体制によっても影響を受けるんですけれども、まあ全体として農村人口が減っていくという傾向はやはりあると。ただこの経路は国によってかなり違うということも見えてくるかと思います、はい、次お願いいたします。で話は変わりまして、少し全然違うやつをお見せします。これ日本です。で日本のファーティリティレート合計特殊出生率なんですけど、1925年が左、右は2016年ですね。でこれを見ると大変興味深いのは、今世界で一番出生率が高いのは西アフリカのニジェールだったと思いますけどね。で大体1925年の東北北海道のこの出生率が6から6.5と、これは女性1人が生涯で産む子どもの数の平均という、統計的なあれですね、統計的な定義がある数字なんですけれども、1925年の東北北海道のこの出生率は現在の西アフリカのニジェールとほぼ同じぐらいですね、それだけもう本当に日本はアフリカだったということです戦前の日本はアフリカでした。でところが当時でもですね、やっぱり近畿はかなり低かったんですね。で九州も低い。だから東高西低というのが戦前の日本では出生率ははっきり傾向が見えていて、沖縄なんかもかなり低かったんですね。これが現在完全に逆転現象が起きていて、出生率は西高東低です。北海道で 1.3 を切っています。でそれに対してですね、近畿中国九州とそれなりに子どもがたくさんできるのは西日本の方で、沖縄に至ってはほとんど2に近いとですね、人口痴漢水準に近いところで、出生率はですね来てますね、はい。でこれを私なぜこんなものを示したかというと、東南アジアもそうです。これはいろいろ見ていくと、東南アジアでも例えば、インドネシアの島々によってですね、これはもう文化も違うけれども、こういう人口動態にも違いがあり、それは都市と農村でも違いがあり、国の南と北でも違いがありということで、これはASEAN 諸国もおそらく同じような構図ですね。で日本に来ている、例えばインドネシアから北海道大学に留学している学生と、鹿児島大学に留学している学生と、あるいは研修生として、北海道で水産業に従事しているインドネシア人と、九州で水産業に従事しているインドネシア人は集まって、日本って言うけど西と東全然違うよねっていう話をするわけですね、はい。でこれは同じことは東南アジアの国々にも言えていて、実は国の中の違い、あるいはこの違いの豊かさというのはどこの国でも同じであろうかと思う次第です。そろそろ結論に入っていきたいと思います。ということで、社会を大きく分けると、世界の国々ですね、人が増えていく社会というのはあります。しばらくは増える。で、ASEAN 諸国の先ほど見たように、およそ半分は2073年でも大体 65% の生産年齢人口を維持しています、はい。人が多い、増えていく、若者が多い、国々ですね。若者のエネルギーが社会を引っ張る。そういう社会では投資があり、教育が普及していけば経済成長の持続は期待できますが、
今環境制約も最初から考慮しないと成長できない時代にも入っている事実があります。まあでもチャレンジはあります。離農する、もうまあもう 農村は嫌だと都会に出ていこうというような若者たちに十分な仕事を作れるだろうかですね、あるいはまあもうちょっと豊かな農村を作ってもらえるか、それから若者は暴走しないかというあたりですね、この世代間の対話がますます求められていくタイプの社会が、一方で ASEAN の半分ということですね。次お願いします。他方で日本のように、若者が減っていく社会、これも東南アジアのいくつかの国々ですね、まあまあ、タイとかシンガポールをはじめ2073年までに少子高齢化が顕著になっていきます。こういう国々では少ない子どもと向き合いながら大切に育てていくと同時に、まあ、お年寄りを敬って過去と対話していく、まあ、これはこれで悪くない社会でもあります。成熟していく社会です。豊かな自然と向かい合えるようになります。東京でもですね、満員電車っていうのはかなりなくなって、ゆったり座れるようになっていくのかなと。その一方で、あれですね、年金も含めて財政が悪化していきますし、インフラを維持できるかという問題が出てきます。あるいは、人が減っていく社会があまり減らないようにするために外から人に来ていただけるのか、その準備をするか、あえてしないかという選択も問われていくことになるかと思います。はい。でこれで、まあ、最後になりますが、まあ、人口構成については成熟しつつある日本中国の形があり、成長しつつあるインドアフリカの形があります。はい。若者が増えていくところとですね、老人が増えていくところなんですが、東南アジアは実は東南アジアは一つなんですが、その一つの東南アジアの中に入っていくと実は大変多様な顔を見せていて、ある意味で東南アジアは地球儀、世界の縮図だとも言える。そして私たちにはそれぞれのタイプの国々とのそれぞれの付き合い方があるし、まあ、一つの国の中でも、まあ、実は、まあ、多様性があるということですね。こういう時代の日本と東南アジアの関係というのは、おそらく大切なのはある意味でケアの流儀、ケアリングの流儀をお互いに学び合っていくような形になっていくのではないかなという気がします。はい。さらに成熟していく ASEAN、 世代と世代のですね、まあ地域と地域と女性と男性とですね、まあ、いろんな文化の間のケア的な関係ですね。でお互いに一人一人の顔が見えていくように、 ASEAN と日本の交流を進めていかないといけないという意味で、福田ドクトリンの心の触れ合いという、まあ、テーマはこれからも50年間もさらに進化した形で、触れ合いが続いていくと良いのではないかと思います。はい。最後のスライドです。参考文献で私の岩波新書なんですが、実はこの本の中では、東南アジアというより、東南アジアの海洋世界とアフリカの大陸世界というのが実は大変共鳴する行動様式や文化があるんじゃないかという議論をしております。先ほど荒木さんが、ASEAN と日本でアフリカに行こうということをおっしゃいましたが、まさに私のこの本で言ってるのはそういうことで、おそらくこれから日本とアジアの国々が一緒にアフリカとの付き合い方を考えていく時代になっていくんじゃなかろうかと、まあ、そういうこの本の議論を少し応用して、東南アジアで、議論をさせていただきました。20分ちょっと過ぎましたけれども、以上で私からの問題提起は終えさせていただきたいと思います。ありがとうございます。峰先生ありがとうございました。それではこれよりパネルディスカッションを始めたいと思います。壇上のレイアウト変更を行わせていただきますので、しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。モデレーター、パネリストの皆様を壇上へお迎えしたいと思います。皆様盛大な拍手をお願いいたします。
それではモデレーターの JICA 東南アジア太陽州部東南アジア第1課中島西会をお渡しいたします。皆様改めまして、東南アジア太陽州部第1課の中島と申します。第2セッションのモデレーターを務めさせていただきます。本日1時半から始まりましたこのシンポジウム、皆様今どんな気分でしょうか。少し疲れている方もいらっしゃるのかなと思いますけれども、シンポジウムという言葉ですね、調べてみましたら語源は、古代ギリシャ語の宴という意味だそうです。宴の第2セッション、私は二次会だと思ってこの第2セッションに臨めればというふうに思っておりまして、さらにですね、この宴という言葉なんですけれども、もともとシュンポシオンという言葉で、哲学者のプラトンが本で書いていたそうでして、その中では宴の列席者の皆さんが愛について親密な空気の中で語り合うというような場だったそうです。でもちろん本日はですね、これから素敵なパネリストの皆さんたちと愛ではなくて ASEAN と日本の未来について語り合うわけなんですけれども、第2セッションの最後にですね、ぜひ質疑応答ではなくって、本日列席といいますか参加いただいている皆様の方からもですね、今日一日の話を聞いていただいて、ご自身の中で深まった、あるいは何て言うんですかね、ここもうちょっと話されていないけれども自分の中では一言この、列席者今会場にいる皆さんにシェアしたいですとか、そういったところをぜひフロアからシェアしていただけたらなというふうに思っております。一番後ろの方のお顔もよく見えておりますので、後ろの席だからといってご遠慮なさらず、皆さんが本日のシンポジウムの列席者として、この ASEAN と日本2073年から今を振り返るというテーマで一緒に考える何ですかね、親密な列席者だと思って、そういった場にできればというふうに思っております。はい。でですね、日本の50年後を考えてみると、皆さんどうでしょう、パッと浮かぶイメージで言うとなかなか何ていうんですかね、難しさがあると言いますか、少し不安だったりとか、怖さだったりとか、そういったところが気持ちとして出てくるんじゃないのかなと思います。一方で先ほど峰先生の方からもありましたけれども、50年後のそれでは ASEAN というふうに考えてみますと、さらにさらに経済が発展して今抱えている課題や問題が解決できているかもしれない。もちろんその道筋は簡単なものではないですし、難しいこともあるんですけれども、明るい未来があるんじゃないのかなというふうに思っております。ということで、その ASEAN と日本、一緒にですね、未来を考えてみると、それがまたどういうイメージになるのかといったところですね、ぜひこの第2セッションで皆さんからお話しいただきながら一緒に考えていただければと思いますので、ぜひ第2セッションの最後にはフロアから挙手いただいて、皆様の考える、このテーマですね、 ASEAN と日本2073年から今を振り返るをぜひシェアしてください。ということで、前置き長くなりまして恐縮ですけれども、パネリストの皆様の自己紹介に移らさせていただきたいと思います。はい、それでは早速ですけれども、徳島さんの方から、はい、自己紹介をお願いいたします。3分ぐらい、お一人3分ぐらいで自己紹介をお願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします。インスタリウム株式会社という日本初のスタートアップでですね、3D プリント義足というものを作っているもので、徳島と申します。よろしくお願いいたします。次のページお願いいたします。もともとはですね、私国際協力であるとか国際開発と関わらせていただいたのは JICA の青年海外協力隊からでございまして、フィリピンのボホール島というところで、3D プリンターとかレーザーカッターとかが備えられた、中小企業の方が自由に使えるデジタルファブリケーション施設というものを作らせていただいてですね、でこれをですね使って現地の経済振興をしていくというような活動をさせていただいたというのが始まりでございます。でですね、このファブラボと言われたデジタルファブリケーション施設に関してはですね、フィリピンの大統領も来ていただいて、フィリピンの経済産業省と言われるところの貿易産業省でスタートアップ政策に取り込まれましてですね、現在20数箇所程度に拡大しておりまして、非常にですね、ドラスティックに変化していくフィリピンのイノベーション環境というものをこの目で見てきたというようなところが、今日のディスカッションにおける一つの私の知見になるのかなというふうに思っております。このような知見はですね、JICA研究所の方から、論文をまとめさせていただいたものが世界開発局世界開発報告、これ世銀の有名な年次報告書ですけれども、こちらにも、参照されましてですね、
まあ、非常に広く皆様に、特にフィリピンの皆様にはですね、非常に有名になったというものでございます。次のページをお願いします。はい、でこのようなフィリピンのデジタルファブリケーションラボにおいてですね、いろんな人が特にフィリピンの保険関係の、保険証の方などからですね、義足が作れないのかということを非常にたくさん言われましてですね、実際にいろいろフィリピンの田舎の方を調べていくと義足が全然作れないということが分かってですね、このかなり長年放置されてきた社会的な問題を自分の手で解決しようと思って、青年海外協力隊後帰ってきて帰国してですね、起業してこのインスタリムという会社を作ったというようなところが私の成り行きでございまして、このインスタリムという会社ではですね、AI を使って、非常に簡単に設計ができて、それをですね、3D プリンターで出力するというところで、部材費も安くで、従来の10分の1以下で義足を作れるようになったというところで、現在フィリピンとインドで製造販売をしておりまして、もうすでにですね2000人以上の方に私たちの義足を使っていただいているというような状況でございます。このようなデジタル製造ということの利点を生かしましてですね、3D スキャンをしたを遠方でやって、都会の工場で、都会というほどでもないですけども、工場の方で義足を作るというような遠隔製造ができるようになりましたので、今ウクライナ政府などからもこの紛争地などにも使えないかということをご相談いただいているという状況でございます。今最後の方に下の方にジャイスタートインパクトということで、ロゴを載せさせていただいておりますけれども、経産省様の方からも社会に良い影響を与えるスタートアップとしてご選定いただいているというところでございます。すみません、長くなって、すみません、以上です。はい、どうもありがとうございました。それでは続きましてレロンソンさん、自己紹介お願いいたします。私は、ちょうど1973年、今から50年前、3歳ハノイ生まれまして、ベトナム戦争真っ最中だったわけですけれども、で学生時代、ベトナム戦争終わって学生時代ベトナム経済非常に、制裁されまして、とても厳しかった時期で、小学校中学校動きまして、過ごしまして、ベトナムのおかげさまで動員も政策がありまして、80年代半ばから、経済が、そこから世界と、開きまして、その時代から、世界からも注目されまして、高校時代、ベトナム政府は将来2020年まで工業国家を目指していこうということで、私学生時代そういうイメージがありまして、工業国家とはやはり日本、ヨーロッパだとドイツなどですね、非常に関心興味を持ちまして、そこで大学に入るときに機械工学を専攻して、そのまま大学卒業したわけですけれども、ちょうど90年代日本に留学ベトナムからできるようになって、私大学卒業した後1年後日本語勉強しまして、日本に来て日本語学校を経て、また東京農工大学に修士課程機械工学専攻で進学しまして、私の一つの夢は将来、日本で金型関係精密加工の会社で勤めて技術学んで、将来ベトナム帰って金型の会社を起こそうという、そもそも目的で日本に参りましたけれども、95年から2000年の間の勉強する間に、そこで社会の勉強一貫いろんなことを、特に中小企業、日本の、中小企業の裾野産業ですね、いろんなことで見学できたり、交流できたり、その中で、技能実習生という受け入れる事業が分かりまして、本来私金型勉強したくて日本に来たわけですので、中小企業本来、知らなくて、そこで非常に日本の産業工業というのがイメージに変わりまして、大企業できている日本だけでなくて、裾野産業中小企業400万社もあるということで、これからベトナムの社会工業国家を目指していくためにはこのモデルやはり必要となって、そこで当時私日本に来たベトナム人周りはほとんどいなく、
見た限りは中国人、また韓国人、東南アジアのタイとかマレーシアとか台湾たくさん、いらっしゃるんですけれども、なぜベトナム来ないかということでいろいろ考えて、将来ベトナム工業国家になっていくためにはやはり日本の裾野産業中小企業のように育成していかないといけない。そのためには、自分は恵まれて日本に来れてこんなふうに勉強できる、なんでベトナム人が来れないかっていういろいろ考えて技能実習生制度があることで、これから、たくさん若者ベトナム人、日本に来て、それぞれの中小企業現場で OJT 通じて働きながら勉強するという そこで技能実習生制度を生かしてですね、技能文化言葉日本語を覚えていけば将来彼らベトナム帰ったら日本企業もアジア中でもっと成長していくためには企業進出したり、そういった経済の支援一環、日本と ASEAN との関係、そこからイメージできまして、まあ、本日のテーマが、2073年まで日本と ASEAN どのように変わって関わっていくかという非常に私の興味深い、本業として、今 SI 社は、2001年から私この事業を起こしてここまでやってまいりましたけれども、主にベトナム人若者たち日本語、習得、まあ、勉強してもらって日本の文化また、働き方、日本企業の中で働く際のいろんなことを学ぶことのためのコミュニケーションなるですね、それぞれの分野それぞれの専攻、そういったベトナム人材を日本に来て企業で働いてベトナムを変えるということのそういった会社でやっております。 SI 社という会社ですけれども、これから引き続きですね、100年日本日越100年構想という会社として掲げて、この会社でずっとまた2073年までこれから50年先でも続けてですね、ベトナムの若者たち日本つなげるようにブリッジ人材としてなっていくことを、そういったことで本日ぜひ皆様と、この場で借りましてお話しできればと思っております。すみません長くなりましたけれども、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。それでは続きまして堀田さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私堀田さくらと申しまして、JICA の、新入職員3年目のものでございます。民間連携企業連携だったりっていうところと国際協力っていうところを軸にこれまで JICA でお仕事をさせてきていただいております。民間連携事業部というところで企業の東南アジアを含むですね、諸外国への海外進出のお手伝いだったり、あとはビジネスと人権の担当っていうところを今の部署では、やらせていただいております。はい、でこれまで の私と東南アジアとのつながりということでちょっとご紹介させていただきたいんですけれども、私学生時代にですねフィリピンで NPO の駐在としてミンダナオの上銀島という場所でこちら淡路島の2分の1ぐらいのサイズの小さな島なんですけれども、こちらに駐在を教育支援 の任務を全うして現場にいたことがございました。でその際にですね日本の中高生向けのオンライン英会話サービス の立ち上げということで現場に入らせていただいておりました。まあ、フィリピン の明るい皆さん の能力だったりとかこう英語が上手なそういった能力をこう日本 の中高生に届けるっていうような、まあ、そういったところでパワフルさを感じたというところがございました。一方でまあ、フィリピンの上銀島ですけれども早期妊娠で早いことにドロップアウトしてしまうような現状もあったりとかということで現地の看護師の皆さんと一緒に性教育の事業に取り組んだりとかそういったことも現場では活動をしておりました。はい、次お願いします。それでですね1年間フィリピンで時間を過ごしたわけなんですけれども、他にもバックパックなので他の東南アジア諸国には回らせていただいていて東南アジアのこうの文化だったりとか宗教が違ったりとか言語も違ったりとかその魅力にですね大変魅了されましてこちらの東南アジアの人々と日本人が一緒に暮らすシェアハウスというものの運営というところもやっておりました。こちら の事業ではですね、まあ、シェアハウスの事業ということで一緒に暮らすための設備をこう
どういうふうにきれいに保っていくのかというところもですし、オンライン、オフラインで の日本人と東南アジアの皆さんがこう交流できるためのイベントを実施したりだとか、あとはちょうどコロナ の時期だったんですけれども、コロナの補助金の申請のやり方をこう英語で皆さんにご説明したりとか、そういったようなサポートの活動等々もしておりました。はい、ですので本当にこのシェアハウスの運営の事業を通して、技能実習生の方だったり特定技能、あと高度人材だったり、あと留学生、本当にいろんな立場から日本で暮らされている方、お仕事されている方がいらっしゃるなということを感じまして、同時にそういった方々が抱える課題というものも目の当たりにしてきました。なのでそういった課題もこう今回2073年ということで、私おそらく75歳ぐらいになるんですけれども、そのタイミングでどういった日本と東南アジア の関係性を築いているのかというところを皆さんと議論しながら深められたらなと思っております。本日よろしくお願いいたします。はい、堀田さんどうもありがとうございました。それでは続きまして、堀井さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。マッキンゼー&カンパニーの堀井真也と申します。私はマッキンゼー経営コンサルティングのファームでございますけれども、もう20年ぐらい勤めております。ただその中でですね、東南アジアであったりですとか、あと国際開発というところにもご縁がございまして、少し今日参加させていただく中でですね、議論させていただくのを楽しみにしております。個人的にはですね、私自身もともと国際開発を勉強しておりまして、キゼに入ってからも、日本に限らずグローバルで仕事ができればなというふうに思ったんですけれども、入社して2年目ぐらいの時にですね、フィリピンのプロジェクトに関わらせていただく機会がありまして、そこが今のキャリアのかなり原点になっているかなというふうに思います。と申しますのも、フィリピンのプロジェクトはですね、とある電車の、校舎ですね、ステートオンドエンタープライズの、経営をターンアラウンドするというようなプロジェクトだったんですけれども、まさにこのマジャイカの皆さんが関わっているですね、開発をどういうふうに進めていくかというところと、我々マネジメントコンサルタントとして日々民間企業と一緒に関わっているようなですね、経営トップのこうビジョンを作って、それからこう収益性というのをしっかり確保するためにしっかりマーケティングをしたり、しっかりこうオペレーションを回して、それでどうやって生産性を高めていくかというようなところがですね、まさに組み合わさったようなプロジェクトというところでございました。でそこでまだ新入社員の2年目ぐらいの私としてもですね、こうコンサルタントとしていろいろな関わり方あると思うんですけれども、特にこういう社会課題に解決するようなところでですね、自分がやっているようなスキルっていうものが使えるっていうところが非常に魅力的で、こういうことで自分としてもこう世の中に貢献することができるんじゃないかなというふうに思ったというところが出発点にございます。でその後もですね、インドネシアで同じようなプロジェクトをやったりですとか、私自身はワシントン DC に長くおりましたので、そちらで米国政府であったりですとか国際機関と一緒にアフリカであったり東南アジアの途上国のプロジェクトに関わるっていう機会が多かったものですけれども、やはり自分としてもやっぱりこう組織であったりとか人材というものが変わっていかないと、やはり世の中変わっていかないかなというところをすごく思ってまして、そういう中でこう企業を支援する中でもですね、常にこうどうやったら人の心を動かせるのか、どうやったらこう人がやる気になってより前向きに動いていくのか、でこれっていうのはもっとマクロな視点で見るとこう経済成長につながったりですとか、個人のこう豊かさが増していくっていうところにつながっていくのかなというふうに思ってますけども、そういうことに携わっております。で5年前に日本に戻ってきてからもですね、大きく2つの活動をしてまして、一つは引き続きこの自分のパッションも含めてですね、この、開発という観点から観光庁であったりですとか皆さんと一緒にこうどうやって日本と途上国、特にこのアジアであったり東南アジアのこの国の中でもインドネシアであったりタイだったりカンボジア、ラオスというようなところもこれまで携わってますけれども、具体的にその発展を、民間企業も含めてやっていくのかというところと、あと民間企業に携わっている中ではですね、やはり日本企業さんがこう日本というマーケットだけではなくてグローバルに市場を考えるときに、やはり東南アジアというのは切っては切れない存在というところの中で、いかにこの成長を探していくか、でその中でも特に日本というすごいこう伝統的な組織というものをどういうふうに、変えていくことで
グローバル化をしていくのかですとか、いろんな国からどんどんこう来ている新しい新興企業であったり競合に負けないように競争力を強めていくかというようなことに関わりながらですね、日々仕事をしているところです。ちょっと簡単にこの次のページのところでですね、そういう中でもこの先ほど申し上げたようにインドネシアであったり東南アジアでこう後者の経営ターンアラウンドをどう考えるかというところもそうですし、最近ですとこのアクフィードというのはコロナ禍でASEAN のこのパブリックヘルスエマージェンシーですねに関してどういうふうに立ち会っていくかというところの組織をですね構築するというようなことであったりですとか、あとはトランジションファイナンスというところですね、こちらもサステナビリティのところでどういうふうに考えていくかというところでですね、ASEAN の多くの国の方々とお仕事させていただく機会があるということで、今日はこの議論非常に楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。はい、堀井さんどうもありがとうございました。それでは続きまして藤谷さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。朝日新聞の藤谷と言います。私自身1987年昭和62年に新聞社に入りまして、昭和平成令和と新聞記者をやっているという、かなりレアな感じの、長いキャリアで、現場から取材をして、報道しているという仕事をしています。で主に国際報道インターナショナルニュースを担当してまして、ローマでローマの頃は旧ユーゴスラビア紛争とか、あるいはアフリカのザイールの紛争とかですね、そういった取材、それからその後はジャカルタ、バンコクとアジア2カ所で、ここに書いてあるようなもちろんシリポン先生とかヨース先生が見れば当時のことあそこだよなっていうのが分かると思うんですけれども、いろんな紛争あるいは文化あるいはスポーツ、いろんな本当に雑色で取材をしてきました。で、特にこの後お話しますけど、私は原点は東南アジア、特にフィリピン、タイで、かなり若い時代に、強烈な経験をしたこともあってですね、開発 ODA 市民社会の、市民社会による協力とかですね、こういったものを、強いて言えば専門として書いてきたということで、これ表にチラシあるんですけれども、この2月にこのウィズプラネットというサイト、朝日新聞の中にデジタルですけど中に作りました。基本的には途上国の開発課題、それからそのソリューションですねにフォーカスして、専門家あるいはその本当にプロのジャーナリストのルポから若い、スタートアップなんかをやってる若い人たちのブログなんかを掲載しています。もしよろしければちょっと見ていただいて、でこのサイトは全部無料で見れて、皆さんも経験あると思うんですけど、クリックするとお金を払わないとこの先は進めないぞっていうペイウォールは一切ないのでですね、自由に見ていただけるのでぜひ、ご覧になってください。じゃあ次のページにスライドお願いします。でお話しした通り、私の原点というのは本当に東南アジアにあります。1983年に東南アジア青年の船という、これ政府の主催で、今日第一部でもお話がありましたけど、1974年のその反日運動があったことをきっかけにですね、東南アジアと日本の青年が触れ合おうということで、18歳から30歳、多分今も続いていて、こうして言うと紀子さまも参加されていると思うんですけれども、それの第10回に参加して、ちょっとあられもない姿があるわけなんですけれども、この時に当時はまだ ASEAN が5カ国ですから、インドネシア、タイ、マレーシア、シンガポール、それからもう一個どこだ、フィリピンか、の国の青年と、約2ヶ月間船の中で生活をするということですね。やっぱりそこで一つ気づいたのは、やっぱり英語が喋れない、つまりコミュニケーションがすごく大切だなということで、当然のことながらシンガポール、マレーシア、それからフィリピンはもう英語は達者でですね、マレーシア、インドネシア、そして日本の参加戦が比較的苦手と、以来今でも仲いいのは意外とその、インドネシアだったりタイだったりするんですけれども、それがありましたと。でその後、大学でワーキャンプでタイの少数民族の村に行ったりしてですね、これやっぱ暮らしてみたいなと思って、大学の、交換留学制度でこのフィリピンに来ました。これネグロス島というセブ島の、西側にある島なんですけど、ここに約1年いて、こんな感じですごいビーチも綺麗で、で特にこの行ってた時にマルコス、今ジュニアが大統領になってますけど、シニアの方がちょうどピープルズパワーでいなくなるというか、政権交代があった時だったので、大学の授業は全部なくなってですね、何もすることがないという、そんな感じで国内旅行したりとか、そういう時代でした。でやはりそこで学びがすごくあったんですね。で一つは第一部でシリポン先生お話しされてましたけれども、やっぱりこう
東南アジア、まあ、東南アジアというかもう本当一つ一つの国で、国もそれぞれ、まあ、国の中でも例えばインドネシアでもですね、ジャワ語もあるしバリ語もあるしいろんな言葉があるし宗教も、まあ、多分あのクリスチャンの正教以外だったらもうほとんどの宗教があるんじゃないかなと思われるぐらいこうもうバリエーションがあるわけですね。であの例えばあの私、まあ、留学時代寮に住んでたんですけど、寮の中にももう本当にネグロスだけじゃなくてセブの人もいればミンダナオで、ミンダナオの人がいればイスラムの人もいるわけで、こういう本当に多様性っていうのは、まあ、特に私東京生まれ東京育ちでずっと親元で大学も通っていた身にとっては非常にまあ衝撃というか、こんなに多様なことがあるんだという、いうことをですね、これは本当にした。あとあの、まあ、あとシーポスでフレキシビリティという言葉使われてましたけど、これも本当にそうで、あの私ローマと、ジャカルタと、まあ、バンコクと、まあ、ロンドンと海外4カ所住んでたことあるんですが、ちょっとロンドンを除いてですね、どこが良かったですかってよく聞かれるんですけれども、私はどこも本当に良かったんですね。なので正直どこでも良かった、どこも良かったですって答えるんですけど、で逆に共通点があるんですよっていうふうにそういう質問されるといつもあのなんていうと質問するんです、逆質問するんですね。であの要はあのこの今挙げたそのまあ、ローマ、ジャカルタ、バンコクで道に迷うとですね、すごく丁寧に教えてくれるんですね。場合によっては一緒についていってくれるんですけど、結果的に間違ってたりするというですね、あの非常にこう親身にあの困ってる人を助けてあげたいという気持ちがものすごく強くて、でもやるんだけれども意外とまあ緩かったりするという、でもそこのそのなんていうフレキシビリティというか柔軟さというのは実は魅力なんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、多分レジリエンスみたいなところの強さみたいなものがあるんだなというのをその時に感じました。だからあのどうも東南アジアは長負け者だとかいう言説っていうのは僕はなんかカチンとくるみたいなところがあって、やっぱりそこはかなり今のその日本とのまあ比較においてもやっぱりそういうその柔軟性みたいなものっていうのが実はその国のあるいは社会の力なんじゃないかなというふうに思います。で最後のスライドをお願いします。であのまあ、そういったこともあってですね、あの日本とそのあの、まあ、東南アジア、主に東南アジアですけれども、そのアジア、アフリカの国がどう向き合っていったらいいのかということも一つのテーマとしてずっと取材をしています。あの佐藤先生、大岡先生もそのセルフイントレストだとか非対称性の話されてましたけれども、やはり例えば2011年 の, あの津波の時で、2004年にも、まあ、大きな津波がインドネシアであって、その時も私現地にあの翌日に入ったんですけれども、その時やはりその日本から受けている支援って皆さん忘れてないんですね。ベトナムからもそれからタイからもインドネシアからも非常にその東日本大震災の時には援助行ったんだけれども、それを本当に日本人がどのぐらい知ってたんだろうかというような、そういうその非対称性っていうのがありますし、まあ、あのこれはあの本当に昔の記事なのであのちょっと見にくいんですけれども、やっぱりアジアって言葉は本当にあのなんでしょう、隣人とかあの友人とかあるいはパートナーとかいろんな言葉で言うんだけれども、本当にそうなのかなということをずっと考えて、まあ、これまで、取材をし書いてきたという感じです。ですから、まあ、これは まさに個人の、感想でありその、まあ、見方であるので、まあ、この後のディスカッションでまたそんなような話を少しもうちょっとマクロに広げて お話できたらと思います。ありがとうございます。はい、藤谷さんどうもありがとうございました。それではですね、あの皆さんからの自己紹介をあのいただきまして、フロアの皆様も感じていただきました通り、非常に多様な関わり方を、されてきた皆様が集まってくださっております、ビジネスという視点で、そしてジャーナリズムという視点で、そしてベトナムから日本を見てという視点で、様々に、ASEAN と日本という関わりを持って、来られた皆様からですね、今後メイントピックに入っていきまして、2つ目のトピックが50年後の ASEAN と日本ということで、フォアキャストとバックキャストの視点というふうに書いているんですけれども、まあ、今現地点から見てどういうふうな積み上げで未来が見えるのかということですとか、50年後から見て逆算ですね、あのバックキャスティングの形でどういうふうに今が見えるかですとか、そういった形で皆様それぞれのパーソナルなライフですとかあのキャリアですとか、そういったところで培われたあの視点をもとにお話しいただければというふうに考えております。そして最後にはですね、2073年から今を振り返るというところで、50年後を考えてみた後に、一体では今私たちは何をすべきでどうあるべきなのかといったところをあのみんなでディスカッションできればというふうに考えております。それぞれまあ20分ずつぐらいのディスカッションで、はいというふうに考えております。
でですね、今日のこのディスカッション、なんかライブ感を出してほしいという私の上長からのリクエストもあってですね、どなたをどの順番でお当てするかっていうのはまだ言ってなくてですね、多分パネリストの皆さんもちょっとドキドキしてるのかなと思うんですけれども、トップバッターを、堀井さんにお願いしたいと思っております。50年後の ASEAN と日本というところで、堀井さんがお勤めになられているマッキンゼー、さんも、バックキャストの視点でまさにASEAN の、GDP、日本の将来予測、そういったところからどういった未来が見えるのかといったところを、考えられているのかなと思いますけれども、ぜひ、堀井さんのご視点で、ご指名ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。このお題をいただいたときに私もこう直感的にやっぱりこのフォーキャストの観点からいくと、日本ってなかなか経済成長もしていないし、一方で ASEAN っていうのはすごくこう勢いがあって、コロナだったりいろいろな課題はもちろんありますけれども、こう伸びていってこの先行くんだとどうなるんだろうっていうところを思ったんですよね。で少しデータを見るとこれもいろいろご案内のところもあると思いますけれども、先ほどの峰先生のお話のこの人口がどういうふうに変わっていくことかということをさらに進めていくとですね、例えば2073年頃っていうのはおそらく、日本の GDP っていうのはもう世界でいうとトップ10に入ってこないっていう状況だというふうに私は理解していて、12番とか3番とかそのぐらいなんじゃないかという中で、一方で、インドネシアがおそらくこの人口の伸びだけではなくて、さらにその、パーキャピタでも伸びてくるっていうことを考えるとですね、中国、インド、それからアメリカに次いで4番目に位置づけられるんじゃないかと。でこれインドネシア1カ国でありまして、 ASEAN 含めて考えると EU を超えて、4番目の大きな国のブロックになってくるっていうような状況で、日本の GDP のおそらくインドネシアだけでも倍、ASEAN 全体で考えると3倍4倍っていう形になってくるんじゃないかっていう、こんな規模感なのかなというふうに思うんですね。そうすると今日本って日本とインドネシアの GDP の差が大体日本3倍ぐらいかなというふうに思うんですけれども、ある意味立場が逆転するぐらいの大きなことが起きるっていうのが一つ我々として、日本人としては結構それって想像なかなかできないんじゃないかなというふうに思ったんですけど、そのぐらい大きなこう変化っていうのがこの先50年で十分起こり得るんじゃないかなというふうに思っていました。でそう考えるとやっぱ個人的にはすごくこう日本が例えば製造業の拠点として ASEAN を生産拠点として活用するとかっていうこういうダイナミクスとは打って変わってですね、やっぱりいろんな意味でこう日本が人材の面でもマーケットという面でもそれからビジネスのパートナーという面でもいろいろこう学ぶですとか恩恵を受けるですとか一緒にやってやるというこういう新しいこうパートナーの体制になってくるんじゃないかなというふうにすごく思っています。その中でも特にやはり理想的なっていうところでこのバックキャスト的に考えるとですね、私としてはぜひ2つこう学べるところがあるのかなというふうに思ってまして、1つはやはりこのテクノロジーであったりイノベーションっていう意味で ASEAN の国々というのを非常にこのやっぱりこうリスクの取り方っていうのもそうだと思います。ユニコーンの数とかも見ても今の時点で ASEAN40 ぐらいあって日本ってまだ12とかっていうんですよね。なのでこれから先見るともっと多分いろいろな意味で新しいイノベーションが起きてくるというところで、そのどうやってこうしっかりと新しいテクノロジーをちゃんとこう活用してですね、もう今とは全然違 う, こうビジネスモデルに変わっていくかっていうことで日本としてはいろいろ学べるところがあるんじゃないかなというのが1点目。それからおそらくいろいろな意味でインイクオリティだったりインネクイティだったり差別差がどんどんついてくるっていう部分は日本よりもさらに ASEAN っていうのは出てくるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、それをですねどういうふうに社会課題として捉えてこう解決していくのかっていうところでおそらく日本と一緒に考えていくっていう余地はたくさんあるんじゃないかなというこの2点に期待してですね経済規模という意味では変われどやはりこのいろいろな意味で経験が積んでいるいろいろな意味でこういいところを持っている日本と ASEAN とのパートナーシップっていうところは続けられるといいのかなというふうに思っているところです。はい、堀井さんどうもありがとうございました。非常に示唆に富む内容でやはり日本の中で先ほど第一セッションでもありましたけれども、大場先生でしたかね、特に昔のその世代の皆様ですとかが見えている
日本と東南アジアの関係とは大きく変わってくると、そして、まあ、私たち皆が感じているのはすでに大きく変わっているというところで、これから先50年は非常にさらにその波が強くなるのではというふうに思っておりますし、まあ、今ですね、新しいビジネスモデルを学べるのもまさに ASEAN から学べるところとして、日本が取り込んでいるところではないでしょうかというところをいただきました。というところで、なんとなくパネリストの皆さん察している方もいらっしゃると思うんですけれども、まさにですね、その新しいビジネスモデルを学ぶどころかですね、ご自身で切り開かれている、新しいビジネスモデルを作られている徳島さんがいらっしゃいますので、徳島さんが取り組まれているビジネスの観点でですね、50年後の ASEAN と日本、どういった形で見られているのかといったところを語っていただきたいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。先ほど中島さんが今回のパネルは愛について語らうのではないというふうにおっしゃられてたんですけど、僕は愛についても語りたいなと思って思っておりまして、まあ、というのはなんか僕たちのファミリー、まあ、インスタリムのファミリーは今インド、フィリピンと、まあ、特にフィリピンは一番大所帯でして50人ぐらいの社員を抱えてやってるんですけども、まあ、みんな愛を持って仕事を進めているのかなと思っていて、すいません、ちょっと横向きにそれましたが、実はですね、僕はなんか皆さんと少し違った感覚を持っているのかなというふうに思ってるんですけども、なんか結構その議事の進行の中でいろんな方の意見が日本は進んでいて、なんか 今この現時点ではですね、日本はまだなんかこうプレゼンスを発揮していて、日本の技術をこう東南アジアの、まあ、ASEAN の皆様にこう供与していくというようなイメージを持ってらっしゃるのかなと思ってたんですけど、僕現場ではですね全くそんなことはなくて、別に日本が素晴らしいみたいなことは一切なく、非常にもうフェアにですね、まあ、エンジニア、まあ、僕たち一応テクノロジースタート、スタートアップなので、まあ、技術開発なんかをやっておりますけれども、フィリピンのエンジニアの方が得意なこともあるし、例えばなんかものづくりハードウェアだったら日本のエンジニアの方が得意だよねとか、まあ、ソフトウェアだったら、まあ、まさにベトナムのエンジニアが素晴らしいよねとか、まあ、フィリピンのエンジニアは、まあ、カスタマーサポート CS の分野非常に進んでいますよねとか、まあ、いうことがすでに起きていてですね、別になんか特にですね、もうすでにフェアな関係構築というのはもうできていてですね、またこういったビジネスがすでにですね、実はスタートアップの最新一番最前線ではですね起きていますよと。でこういったものがフォーキャスト的に見れば、まあ、どんどん増えていくだろうなというふうに思っています。でこの全体の流れとしても皆様がご認識の通り、より水平的で、まあ、公平でフェアな関係が構築されていくということを、まあ、予測されておられて、まあ、そのように実際進んでいて、経済のスタートアップの最前線ではもうすでにそうなっているということを考えていただければですね、まあ、50年後を考えたときにはこれがさらに進化していくということは容易に想像できるのかなというふうに思っているという次第です。はい、なんかすみません、お答えになってますか、ね、大丈夫ですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、非常にもうその何て言うんですかね、実際にフィリピンでのビジネスをされているご経験から、人材という観点で、技術という観点でもうシフトは起きているといったところは非常に大きなメッセージ視点で、まさに徳島さんならではかなというふうに感じました。続きましてですね、またさらにその国向こう側からこちらを見て、こちらから向こうを見てという視点でぜひ語っていただきたいなというふうに思っております。レロンソンさん、50年後の ASEAN と日本、大きな視点からご自身の経験からどういったふうに見られていらっしゃいますでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、今日のテーマですね、私は少し別の角度から見ますと、地球上非常にどんどん小さくなっておりまして、これから50年後ということで、私逆にスケールダウンしましてみて、地球上の1000年前から、100年にして10年前から、あ、100年前から10年にして、アジアと日本は、それぞれの国は一つの大家族のように、それぞれの国の一人の例えして、そう考えてみましたら、これから50年後の日本と ASEAN というのがイメージ的には、もう日本はこの1000年の間ですね、非常に歴史も文化も経済力もアジアの中でもトップクラスで、ここまでリーダーシップ、この中のジャイカ様のこの50年間前から非常にいろんな事業をやってまいりまして、アジア
東南アジアの中でも非常に先ほどの報告もあったように、それぞれインフラ整備や教育などですね、ソフトの部分も取り組んでいる。そういうことで大家族の中で考えると、日本はもう一兄貴分、もうすでに成長した兄として、その中で、例えばベトナムやそのアジアの中の今も発展していくんですけども、下の次男さんとか、妹さんとかまだ若くてこれからポテンシャル持ってですね、兄のように頑張ろうということの、この50年間の間のそういうことになったんじゃないかなと。でこれからももっとさらにですね、日本もここまでできた、中身ですね、文化そのもの、技術、経済力、このままだと人口、先ほど峰所長から報告見ますと衰退していく一方なんですけれども、そうじゃなくてもう日本と東アジア、東南アジア、一つの家族、大家族を持ってですね、そうなっていくことで、そうしたら、次の3番目の、振り返って、これから何をすべきかということを、後ほど、ぜひご話しさせていただきたいと思いますけれども、その中で、これからさっき50年後、どうなっていくかという課題としましては、私としまして、この地域は繁栄していくと確信しております。つまり今とても若い、例えばベトナムも若い国として、ハングリー精神とかですね、ポテンシャル高くて勉強したく、もっと成長していきたいという勢いでなんだけど、どこで学べばいいかと。やはり私この30年日本に来て学んだこといっぱいありまして、ここまで発展してきた本当に学ぶ場ですね、最強に恵まれている自分は、この引き続きベトナム人もっと日本に来て学んでほしい。その日本に来て学べるもっと学べるためには、その中の私一つですね、日本語教育、これとても大事にしたいと思っております。これから AI の発展、翻訳通訳のツール、これもう普通に会話できるようになりますけれども、あえてですね、それただ知恵だけの、知識だけの、やはり心、先ほど皆様の、峰所長の心と心の触れ合いという、やはりこの触れ合い、心と触れ合いためのやっぱり言葉、その国の言葉、例えば日本に来たら日本語、これ日本語をただ通じるだけじゃなくて、日本語を分かればその文化、その気持ち、感情、すべて細かいところを分かるようになったら、初めて心と心の触れ合いできるようになるので、ベトナム人1億になってまたさらに増えていくわけですけれども、これから引き続けですね、英語も勉強するし、ロシア語も中国語ももちろん勉強するんですけども、韓国語とかもですね、その中で私目標、50年後ベトナム人口1億、ごめんなさい、1000万人、1億人の中の1割、ベトナム人、日本語を分かるように、日本語分かるようになったら日本に来たくなって、日本人と、いろんな学ぶことと仕事と文化交流、それこそその人口が1割1000万人ベトナム人できたら、いろんなことをですね、日本と交流、また地域の交流できるようになることは、私50年後の望むことで、ございます。まずは50年後のアセアンと日本のことを公務で話させていただきます。はい、ありがとうございます。ずっとベトナム人の、皆さんと若者世代と向き合って続けていらっしゃって、その上で50年後の未来をもっとですね、今いる世代だけではなくって未来の世代もますます、日本のことを、日本語のことを勉強して、心が通じ合うような関係になってほしい、すごく素敵で力強いメッセージだというふうに受け取りました。それではですね、続いて予感されているかもしれないんですけれども、まさにそういった形で
単に言葉だけではなくって、単に経済とかそういうことではなくって、やはり人と人が関わり合うというところでは心ですよね、一緒に暮らしてみて心地いいという感じることですとか、大変さを感じるときにどうやって寄り添えるのかですとか、そういったところをこう字でこれも体験経験してきたのかなと思っております。堀田さん、50年後の ASEAN と日本、どういったふうに見ていらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。所長の峰からも先ほどお話があったように、2070年日本を考えた時に人口が8700万人とかで、そのうちの約1割が外国人になっていくというふうに、厚労省では推計がされているというところで、私もちょっと驚いたんですけれども、その1割の外国人の中の多くをきっと東南アジアの皆様が占めていかれるんじゃないかなというふうに思っています。で、今後、そういった形で東南アジア圏内もですけれども、日本と東南アジアというところで人のやり取りがさらに活発化していくというところで、すごくこう私今のレロンソンさんからやっぱりベトナムの皆さん日本に憧れてっていうふうにすごいおっしゃっていただいて、本当なのかな、でもその本当なんだったらすごい嬉しいなっていうふうに思ったんですよね。というのもやっぱり今後はこう日本がこうどんどん選ばれる日本になっていかないとダメな時代なんじゃないかなっていうふうに思っています。大場さんも先ほどのセッションでもおっしゃっていましたけれども、日本以外にも韓国とか他の諸外国がある中で、どうやってなぜ日本を選んできてくれるのか、でそういうふうに考えた時にですね、こう現状私ASEAN ハウスというところで一緒にシェアハウスで外国人東南アジアの皆さんと一緒に暮らしたりとか、イベントでお話聞いたりとか、してる中でこう、県とか政令指令都市にこう一応外国人サポートセンターみたいなものが あるんですけれども、やっぱりそこではこう対応しきれない、こぼれ落ちてしまってる寂しい思いをしてしまってる外国人の方、東南アジアの方々がいらっしゃるなっていうのはすごく話を聞いてて、感じました。でやっぱりその、企業の中で日本人の方とやり取りされてっていうことは大いにあると思うんですけども、それ以外 の企業の外でのコミュニティだとか、なんかそういったところでのこう日本人とのこう生のやり取りみたいなとか、こうアットホームに感じられる場所みたいなものがまだまだ日本には足りないんじゃないかなっていうふうにすごく思っています。はい、なのでこうこれから、10分の1が外国人の方々になっていく中で、労働者として捉えるのではなく、こう生活者ですよね、日本で一緒に暮らしていく生活者として、こう、子育てだったり出産だったり、こう、地域の中でこうお祭りに参加したりとか、なんかそういったところでどんどんこう日本の中に組み込んでいく、組み込まれていく必要があるなというふうに思っています。なので、そうですね、2070年には、そういった社会があるといいなというふうに期待をしているところです。はい、ですし、そういう社会を私たちの代が作っていかないといけないなと思っています。はい、はい、力強いメッセージどうもありがとうございます。それではですね、先ほどの自己紹介でも40年前に東南アジアの船に乗られて、40年前にですね、おそらく未来の、東南アジアと日本を考えていらっしゃったのかなと思います。藤谷さんから見て、50年後の ASEAN と日本、どういったふうに見ていらっしゃいますでしょうか？はい、このお題をいただいたときにですね、私40年前を知ってるからこれ簡単に答えが出るだろうと思ったんですが、よく考えてみると難しいですね。でずっと考えていて、さっき堀田さんが私は50年後75歳だっていう発言でも衝撃を受けて私は110歳なのでも生きてないですよねなのでこれは想像するの難しいんですが、ちょっとあえてしてみると、そのさっきその、ピープルパワー、マルコスシニアがいなくなった時、私ネグロスという田舎の町にいたんですけれども、当時フィリピンはテレビもなくて、ラジオもそのマニラからの放送なので、もう当然なくなっちゃうんですね、途切れてしまうので情報が全くないっていう時代だったわけです。で何があったかというと、私が NHK の国際放送を聞いて、 寮の仲間たちに今マラカニアン宮殿からヘリコプターが飛んでったよみたいな話を教えて、みたいな感じになってたんですね。まさにその情報っていうのがやっぱりこの40年間この流通っていうのは、まさに ICT、 そのいわゆるテクノロジーによってもう自由にこう行き来をし、 もちろんこれはフェイクの問題とかいろんな別の問題はありますけれども、なってるというこの違いっていうのがやっぱり大きいと思うんですよね。でよく、で今何が起きているかというと、まさに今フェイクの話しましたけれども、分断を生むとか、
皆さんも聞いたことあると思うんですけれども、例えばその何でしょう、もう自分の都合のいい情報しか聞かないから、もうそういった排除がどんどん進んでいくというような、まあ、そういう現象が今実際に起きているわけですよね。で、分断が進むと。ただこれ私じゃなくて、そういうの、その何て言うんでしょう、専門にされてる山口先生って国際大学の先生と話をした時に、ある種産業革命と似ていて、やっぱり今 の、 その情報革命というんでしょうかね、このテクノロジーを使ったその情報がどん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 広がっていく中で、最初の産業革命でもとにかくいろんなその公害だのなんだのという問題があったけれども、やっぱりそこはまたテクノロジーを使ったり、あるいは人間の知恵でこう解決していったと。まさに今情報社会は賭博地にあるので、ここからやっぱりどんどん知恵を出していって解決できるんじゃないかと。で、そう考えると50年後というのはさほどそういう何て言うんでしょう、悪い方には進んでないんじゃないかなと思うんですね。で、このやや重ねるように聞こえるかもしれませんけれども、先ほどその ASEAN の知恵みたいな話があったと思うんですが、 ASEAN も全然、もともとはその共産、まあ、今も共産主義の国、社会主義の国もありますし、それからトータリタリアンの国もありますし、 まさにそのミャンマーなんていうのは民主化からまた戻ってしまった。でもなんとかあれがエンティティ組織として一つのものを乗っているという、このなんていうんでしょう、分断していかない知恵みたいなものがもし何かあるんだったら、ここから多分学べるだろうし、もう一つやっぱりそのテクノロジーって考えたときに、まあ、私もそのジャカルタとバンコクにいたので、まあ、年に1回とか2年に1回とか行くようにしてるんですけれども、やっぱりこの間その社会課題の解決にテクノロジーってものすごく大きく何て言うんでしょう、力を発揮してると思うんですね。ちょっと細かく説明すると長くなっちゃうんですけど、インドネシアとかゴジェックだとか、例えばその、タイだったらグラブとか、もうありとあらゆるサービスがそういう一つ の、 そのプラットフォームでできるみたいなところがあって、もちろんその支えてる人たちが誰かとか、そういう問題はまあちょっと脇に置いとくとしても、社会課題解決にそういうテクノロジーをうまく使っていると。だから日本なんかはやはりそういったところから学んでいくことによって、もう日本はまさにその今、まあ、ようやくそのライドシェアの話、話が、まあ、でもなんかタクシー会社にやらせるとか、なんかまあうだ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 やってますよね。だからやっぱりそういうその課題解決のためにどうしたらいいのか、で学ぶことは何なのか、あるいはビジョンですよね、そういったものをきちっと示していくことによって、50年もしかしたらまだまだ、この社会もやっていけるのかな。でそこにはやっぱりその東南アジアから学べる、でも当然のことは中国から、あるいは韓国からっていうその地域の、まさに近い国々から学べることっていうのはたくさんあるんじゃないかなというふうに思います。はい、藤谷さん、どうもありがとうございました。それではですね、第2トピックの方が終わりまして、最後 の、 トピックですね、2073年から今を振り返るというところで、少し時間 の、 区面もありまして、1人2分ちょっとぐらいでですね、ワンメッセージですかね、非常に大きなテーマを考えてくださって、皆さん思いを巡らせてくださって、そして今ですね、何をすべきなのか、どうあるべきなのか、今現時点で見えているところ、それぞれの皆さん の、 ご視点からですね、フロアの皆さんにシェアいただければと思います。で予告させていただいた通り、この後に続いてフロアの皆様からもぜひいただければと思っておりますので、お願いいたします。それでは、最後のこちらのトピック、トップバッターを徳島さんにお願いさせていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。なんというか、皆さんのお話を聞いてて、非常に多方面から示唆のあるご意見だったなと思っていて、第一セッションでは、一部インフラとしての、援助が必要なフェーズが、終わりつつあるというようなお話がシェアされた後に、ピープルトゥーピープルの関係、援助、新しい形の援助が、援助ないし協力が必要なのではないかという結論があったというところで、このピープルトゥーピープルの関係は、アントレプレナーシップが、キーワードで、水平的なものでないといけないだろうというような結論が出されて、このセッションになってですね、そのような関係が、課題解決とともにですね、紐解かれない、構築されていくというのが、一つのなんか未来の姿なのではないかという提言が出されたという理解なんですけれども、僕自身はその課題解決の一つを、インプリ、実践しているという立場で言わせていただくと、東南アジアにはですね、日本も含めてなんですけれども、この一つ一つの細かい社会課題を解決しようとしているアントレプレーナーがもうめちゃくちゃたくさんいます。実際にいます。私もその一人だと思っています。でこれまでの開発協力、開発援助って、よく言われるロングテールというふうに言われますけれども、その世の中の8割の、世の中の8割のマジョリティと言われているものは、
2割ぐらいの要するにその何だっけ、なんかこれなんか実はマーケティング用語なので、あのマーケティングでは8割ぐらいの売り上げは、まあ、2割ぐらいの商品が生んでいるというようなところから転じてですね、まあ、この国際開発協力でも、まあ、大部分のマジョリティの、あの問題というのは、あの、まあ、全体の問題の数としては2割ぐらいのところに、まあ、集約されるというような考え方で、まずマジョリティの一番問題とされて、している大きな問題であるインフラとか、そういったものがあの解決されていくというのが第一フェーズとして、過去の50年間行われてきたという理解なんですけれども、これが、まあ、大体終わりつつあって、で次は、まあ、あの多様性を非常にはらんだ残りの8割のそんなにあの数はあの何て言うんですか、被益者としてはそんなに多くないかもしれないけれども、まあ、あの非常にあのバラエティに富んだ複雑でかつ、まあ、それぞれ違ったあの課題を解決していかなければならないという中で、多分私たち民間のですね、スタートアップなりその他アントレプレナーの皆様が一つ一つの課題に当たっていくというようなことが行われていくのかなというふうに思っていると。でこれがもうすでに行われているというあの私の視座に立つとですね、まあこれ今から日本と ASEAN が50年後に向けてですね、この、 あの民間のピープルトゥーピープルの、 あの一つ一つの細かい身近な課題を自分たちの力で解決していくというような、協力のあり方がですね、さらに、まあ、アクセラレートされていって、で、さらにですね、この水平的なあの協力関係のもとにですね、混然一体となって、日本と ASEAN がですね、輝かしい、まあ、問題が解決された住みやすい、輝かしい未来を作っていくというようなあの風にすべきだというふうに思っておりまして、さらに自分はあのその現場 の、 あのインプリをやっている一人の人間としてこれが可能であるというふうに信じているというのが私から の、 あの意見になると思っています。はい、ありがとうございます。はい、非常にあの私も心を打たれたのが、あの複雑で違った課題をあの解決していかなければならないというところで、まさにそこだなというふうにあの私自身も日々感じているところですね。あの、まあ、本日も繰り返し出ております ASEAN といってもその多様性は本当に様々でして、そしてさらにその国の中を見ても非常に地域によっても大きな違いがあるといったところで、そことしっかりと向き合ってあの取り組んでいく必要があるというところで、まずはそこをやはり理解するところというのが第一セッションでもメッセージとしてあの大きかったのかなというふうに感じております。それでは続きまして、堀井さん、お願いしてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。あの今徳島さんの話聞いていて、私もあのまさにこの民間のピープルトゥーピープルっていう言葉だなと思いながら聞いてたんですけども、まあ、一つあのこれまでの話に加えて言うとすると、やっぱり、まあ、特にこれはあの私も日本 の、 あのどちらかというと大きな企業とあの普段仕事をしていることが多い視点からっていうところはあるのかもしれないですけども、やっぱりこの組織として周りと同じことをして動こうというのじゃなくて、一人一人の個人が自分がこうやりたいやれるということをこう見つけて自らチャレンジをしていこうですとか、あのちょっと飛び出してやってみようとか、あの今までできなかったことをしてみようっていう、多分この一人一人の思いっていうところがあのすごくそれが積み重なって重要になってくるんじゃないかなっていう気はしているので、あの先ほどのお話の中でもこのもう日本がこうある意味何か素晴らしいものを持ってて、あの上から目線でこうっていう時代はもう終わってるっていうのは、まあその通りだと思うんですけれども、やっぱりこう人と人との関係を作っていくですとか、何か一緒にやっていこうっていうところの、あの基本にですね、やってみようっていうこの思いがあることっていうのは重要なのかなというふうに思うので、ぜひあの徳島さんのようにこう皆さんがこういうことができると思ってですね、日本さらにその先を見ていくようなところ、もしくは東南アジアからも日本であったり他の東南アジアの国を見ていくっていうことができるような環境ができるといいかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。それではですね、続きまして藤谷さん、お願いさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、あの今お二方に言ったことも本当にそれに尽きると思うんですが、まあ、あえてそれにさらに加えるとすると、その東南アジアの国々、まあ、ASEAN というふうに言葉を使われてますけど、まあ、10カ国、まもなく11になるんでしょうけれども、別に日本だけを見てるわけじゃないわけですよね。アメリカも見てるし、ロシアも見てるし、あるいは今だったらガザを見てるわけですね。多分インドネシアの社会もイスラムの人たちが多いインドネシア、マレーシアっていうのは、まあ、あれはブルネイもそうかもしれませんけど、やっぱり今非常にザワザワしてると思うんですよね。なのでやっぱりその何でしょう、
日本のことだけ見てくれとかいう問いはもう不毛だと思うんですね。ただまだ、まあ、IKAJICA のイベントですけど、やっぱりその援助の世界を見ていてもどうしても中国と対抗するみたいな一つの軸みたいなものまだやっぱりあると思うんですよね。それって本当に必要なのかなと。もちろんその外交という面では必要かもしれませんけれども、やっぱり本質の部分というのは まさにハートハート、ハティクハティ、まさにその心と心、まさにその子と子ということだと思うので、やっぱりその視点っていうのがやっぱり必要で、つまり何が言いたいかっていうと、日本と ASEAN だけじゃなくて、やっぱりとにかくこのアジア地域、まあ、もしかしたらアフガニスタンまで含むかもしれませんけれども、特にまあ中国朝鮮半島との関係も良くなれば、それは当然そのアジア、東南アジアとの関係も良くなるでしょうし、でやっぱり忘れていけないのは、まあ、特に私がそのインドネシアに行った時に、まあ小泉さんというのが首相で靖国に行ったから日中関係は悪かったんだけれども、ASEAN がそのまあ舞台でその日中が合うみたいな、そういう場を作ってくれたとかいうこともあるし、常にやっぱ ASEAN というのはその日中を見てたりするわけですよね。だから単に ASEAN とどう関係を作るっていうだけじゃなくて、やっぱりその周りをどういうふうにしていくのかっていう視点は持っていた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、藤谷さんどうもありがとうございました。はい、それでは続きまして、堀田さんお願いします。はい、ありがとうございます。これまでのお三方の最後まとめ聞いてて本当にその通りだなと思っていて、で最後に私申し上げるとすると、JICA に入ったのはこう途上国支援というところの文脈で開発に携わりたいというふうに思って入ったところはあったんですけれども、なんかもはやもう途上国支援っていう時代はなんか終わりつつあるなという感覚がすごくありまして、なんか特にやっぱり地理的に近い ASEAN の諸国とかですと、もう本当に共同して協力してどうやってこの先どんどん変化が起こっていく世界の中で協力して人がこう行き来する中でやり取りをして、打開策を見つけていくのかってところに尽きるのかなというふうに本当に思います。本日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。同じ組織で働く同じ若手として同じ思いを共有しているなと思います。はい、ありがとうございました。それでは、最後にですね、取りとしてレロンソンさんにお願いしたいと思います。お願いします。はい、最後になりまして、ちょっといろいろ考えていること多いですけれども、私自身今後、50年以降ですね、73年から見て、やはり日本はここまでできた国、大国になったのがこれ偶然ではない、厳しい環境の中で、資源乏しい国はここまでできたのが根拠があると思います。それは私学んだのが日本の盆栽の技術だと思っております。また伊勢神宮も1300年前からそのできた設計はもう20年ごとの1世代変わって、ここまでもう1300年前のものはそのまま継続してきたもので、で日本今現在340万社中小企業あって、歴史も長く、これ日本企業はただ技術が高い優れているだけでなくて、日本は非常にそのハートですね、その文化の中に入っているというその、例えばおもてなしとか、これはメンテナンス、つまり作ったものはずっとその、保護育成していくということができる国だったと、国っていうのはその中に企業、企業の中にその人で、これからその、73年までの私課題としましては、日本は引き続きですね、大家族の中の兄貴分もうできてる、成熟してる、この原子を持って東南アジアのそれぞれの国の弟分としてですね、教えていくポイントとしましては、企業育成だと思っております。これから地域の繁栄していくためには、日本の技術や日本の文化やそういったものを地域を生かしてですね、そのリソース、このリソース東南アジアと連携して、その中にもっと東南アジアの中の企業を育成していく、育成していけば雇用環境も生まれてくるんで繁栄していく、それは日本のリーダーシップとして引き続きですね、こういう支援していくことで東南アジア、その中ベトナム人も含めてですね、頑張って一緒にコミュニティ、その中に先ほど日本語
もちろん英語は普及になりますけれども、この地域は日本語を分かる若者、分かる経営者、分かる専門家、それぞれの会社の中のそういった文化アイデンティティ、日本と触れ合うことできたら、それこそこれからまたさらに地域の発展していくことを、原動力になるんじゃないかと思っておりますので、これから JICA 様の、ここまで50年、これからさっき50年も引き続き、その中で 我々会社 SI 2011年ですね、民間と融資制度を、第一号で採択されたおかげで、一企業として頑張ってここまで成長してきたモデルありますけれども、これから同じ企業育成、ぜひ引き続き地域ご支援いただければと思っておりますので、どうも本日はありがとうございます。はい、最後に力強いメッセージをありがとうございました。これにて、第2セッションの方を終わらせていただきたいと思います。長い時間になりましたけれども、皆様最後まで、お話を聞いてくださりましてありがとうございました。最後に閉会の挨拶もございますけれども、第2セッションこれにて終わらせていただきたいと思います。皆様ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。では最後に JICA 理事畑枝より閉会のご挨拶を申し上げます。英語にて実施をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 Finally, I'd like to invite Mr. Mikio Hataeda, Senior Vice President of JICA, to give us the closing remarks. Thank you very much for attending. 本日は4時間にもわたるシンポジウムにご出席いただきましてありがとうございました。ASEAN 事務総長のカオ・キムホン氏、そして田中ジャイカ理事長の講演からは、日本の ASEAN 諸国の友好協力の歩みと世界の環境変化、 ASEAN や日本の私たちが直面する課題について俯瞰的な話がありました。また峰ジャイカ尾形研究所長の講演では、50年後の日本と ASEAN が起こられる状況について最新の知見に基づく人口予測をご紹介していただきました。こうした講演を踏まえたパネルディスカッションでは、刺激的で貴重なお話をお伺いすることができました。グリップスの大泉教授は論点をご整理いただき、実り多い議論を深めていただきました。また国際開発ジャーナルの荒木主幹には豊富なご経験と知識からコメントいただき、心から御礼申し上げます。パネリストの皆様、どんなに感謝しても感謝しきれません。第一パネルの大場先生、佐藤先生、シリポン先生、ダムリー所長、そして第二パネルの藤谷さん、堀井さん、レロンソンさん、徳島さん、本当にありがとうございます。一つ一つ挙げさせていただくことはできませんが、貴重なご意見ご提言をいただけました。また私どもの機構から若手職員として登壇した中島、堀田の両名にも感謝したいと思います。今回ほとんどの参加者の皆様から、日本と ASEAN には課題はあるけれども、同時に大きな機会とさらに明るく躍動する将来が待ち受けているというメッセージを聞くことができました。このシンポジウムをきっかけとして、日本と ASEAN の対応で幅広い協力が深まることを期待しております。今後50年間、そしてさらに末永く続くでしょう。ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、本日のシンポジウムを終了させていただきます。お忙しい中、最後までご参加いただきまして誠にありがとうございました。